土屋の車の話。テリー土屋の車の話、始まりました。土屋さん、はい、年明けましたよ。ねえ、ねえ、今年の抱負を教えてください。土屋さんの抱負ですか、うん、去年忘れ物をしてきたので。また聞いたこと言ってますね。全日本スーパー GT シリーズランキング2位だったので、はい、今年はチャンピオン狙います。お、いいですね。はい、結構健康的な ね正しい抱負ですよ。正しい抱負、ね、いやいやいや、六分の女の子くどこもあったそういう抱負かと思ったらそうじゃないね。そっち行きますか。いやいや、分かりません。吉崎さんなんですか、今年の抱負は。私は、うん、今年こそは車を買って、うん、都内を運転したいです。おお、いいじゃない。はい、今日はですね、うん、あの、私に合いそうな車は何だと思うかっていうのを、うん、ちょっとお二方に、すみません、僭越ながら。それはさっきの布石になるんですね。はい、ちょっと面白かったな。そういうことか。似合う車、一体何が似合うのか。自分で自分のことはちょっと分からないところもあるので、はい、うん、こういうの似合うんじゃないっていうのがあったら、うん、ぜひ、はい、都内をおしゃれに走りたい、うん、そうですね。これはね、うん、吉武さんは、うん、ミニクーパーかなんかでこうおしゃれにこうパーッと走りたい。あ、なるほど。狙いじゃない。狙いですね。いいでしょ。なるほど。ね、うん、おしゃれ。相当いいですよ。ミニクーパー。おしゃれ。これ中古でいいですよね。全然いいですよ。全然いいです。中古ですよね。この格好に似合うもん。あ、本当ですか。ラフに乗っていける感じ。全然いい感じと。で、おしゃれまた。いいですよね。ね、はい、嬉しい。はい。これは確かにいいです。私はね、最初ね、うん、コルベットにしようと思ったんですけども、おお、いや、コルベットのね、C5、これかっこいい。これいいんですけども、これ吉崎さんの多分運転のできる量じゃ無理です。で、金もないし。ありがとうございます。以前ね、赤坂に住んでたんですよ。もう身の程を知らずで、それで金がなくなったんですね。今ね、もう転々と流れ物みたいな女ですから変わってるんです。赤坂から移動していってる。で、移動してんだよね。だから多分金がないんで、私はですね、はい、ダイハツのコペン。コペン、コペンのオープン。ほう、あれオープンになりますけども、はい、あれのクラシックラインが僕はいいなと思ってるんですよ。オープンカーの乗るんですか。オープンカー、僕ね、女性がオープンカー乗ってるの大好きなんですよ。で、Kだって安いでしょ。おしゃれ、いいですよね。Kは安い。そしてそれこそなんか、はい、まあ、まあ都心ですと大きい車だと大変じゃないですか、うんうん、で、小回りも行くし、うん、いいなと思って。どうせ彼氏いないんだから、ね、言い方決めつけないでください。え、なんでそれで決めつけるんですか。だからもう、ね、隣に誰か乗ってほしいです。無理なんですよ。だから多分なんか隣に助手席が空いてるから買ってきて荷物も置けるし、荷物も置けるから。そうなんですよ。コペンはいいかも。いいでしょ。ですか。そうそう、かわいい。え、いくらですか。あの、新車だって、新車だったら200〜230万か。そうそう、中古だと安いよね。100万切るもんね。100万ちょっとね。運転しやすいですか。だから楽、軽だから。軽ですよ。もう4畳半ね、走りいいです。重列駐車大丈夫ですか。楽勝、楽勝、楽勝ですか、うん、ちっちゃいからいけるのかな。全然いける。あとさ、自転車にしな。いや、もう全然この番組と全然関係ない。パワーアシストでね、自転車車輪駆でうろうろしてねえよ。絶対だ。ママチャリで。ありがとうございます。いい参考にさせていただきます、はい、ありがとうございました。いいと思いますよ、はい。川島さんは、はい、一体どういったお仕事をされているのか。はい、自分は、昭和トラストでですね、企画広報と、まあ、ちょっと若干開発の方をちょっとやらせていただいてます、うんうん。まあ、基本的にあの、まあ、ジムニー関係をメインに、はい、ちょっといろいろとジムニー、ジムニー話しさせていただいている感じですね、はい。ジムニーですよ。ジムニーをメインに開発してるんですか。いや、ちょっと自分もジムニー乗ってたりするので、うん、まあ、ジムニーの方の車両のパーツ開発の、まあ、アイデアとかいうところをちょっとあのやらせてもらってます。どんなジムニーになっちゃうんですか、トラストがやると。ですね、今一番弊社で人気のあるのは、現行のジムニーシエラのターボキットですね。あ、ターボキット、ターボキット、ちょっと、まあ、あの 1500cc の NA なのでちょっと遅いんですけど、それをターボでパリッと軽快に走れるような、仕様にできるというのが今人気ですね。なるほどね。僕前の形のシエラに乗ってたんですけど、はい、結構あの7フレームなんで、はい、跳ねるじゃないですか、はい、そしてターボつけることによって逆になんか跳ねすぎちゃって、はい、まあ、怖いっていうか、まあ、怖いっていうかね。それぐらいどうなんですか、うん。あ、その辺はあのオフロードでなければ乗り心地も大丈夫ですね、うん。あ、まあ、はい、僕実は、はい、
現行のシエラ注文してるんですよ。あら、うん、多分おそらく今年のもう冬に来るんじゃないかと思います、うん、今日のねお話はすごく、うん、興味深いです、うん、いいじゃない、嬉しいです、ね、ジムニーが来たらもうトラストの商品でこう、うん、お願いしますよ、ね、間違いない、全部あのタダでやってください。また言ってるすごい協賛やってくれるかもしれないです。ちょっとご検討させていただきます、はい、でそんなトラストさんなんですけれども、うん、今回はですねその売れ筋商品、うん、何だと思いますか。マフラー。あ、大正解です。まあでもトラストっていうと大体マフラー。あ、そうなんだ、うん、もう日本三大メーカーですから。あ、もうチューニングメーカーって言ったら、うん、HKS、うん、ブリッツ、トラスト、うん、ね、そうです、うん、めっちゃライバルでしょ。そうですね、ね、はい、でしょ。その、はい、マフラーを実際に持ってきていただきました、はい、まあ、純正よりも、うん、あの若干あのパイプ系太くして、はい、一応、まあ、静か、まあ、音は純正よりも大きいですけども、うん、車検対応。あ、車検対応、はい、いいじゃないですか。で、まあ、出力も純正よりも若干上がります、うん、うん、これどんな感じになるんですか、これつけたらと。これつけると音は気持ちよくなる。もう音は良くなるんだけど、うん、排気効率が良くなるんですよ。抜けが良くなる、こっちへね、はい、ノーマルだとやっぱりこう音量も含めてパワーも抑えてるんですよ、マフラーで、うんうん、それをちょっと解放してやる。そうです ね、はい、あとはまあこの青いテールがですね、うん、はい、やっぱりちょっとアイコンになってまして。あ、これ、これで一応あのかっこいいよね、変えてる感というか、はい、焼けてる感じがしてね。そうですね、まあ、存在感あるテールで今やってます。これおいくらなんですか。10万円ぐらいですね、あの商品だけで言いますと。これ例えばつけたりするでしょ、うん、それどれくらい買うんですか。あ、コーチン、うん、コーチン、これが物が太鼓だけで10万、はい、コーチンで2万ぐらい。コーチン、まあ1万か2万はお店さんにもよると思うんですけど、うんうん、はい、さっきもね、あの86の新しい話をね、はいはい、された話したら、もし買ったら何しますかって言ったら、ただマフラーだろって言って。ってことは、これを、まあ、買って、まあ、これをつければいいってことですね。太鼓だけでも音変わりますよ。うん、俺だと、もう太鼓じゃ収まらないから。だからいいんですよ。駅前にまでやっちゃいます。やらなくていいんですよ。今回ですね、開発部の富樫さんにお越しいただいています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。富樫さん、開発部ということで、はい、普段はこの開発部でどのようなお仕事をされていらっしゃるんですか。自分はマフラー専門でやってますので、もうすべて排気系関係のものはすべて開発やってます。一番何にこだわって作られてますか。最低限ノーマルよりもパワーが出ることですね、はい、それが絶対条件で、はい、あとは今音量規制っていうのが厳しいので、はい、その厳しい規制の中でいかにパワーを出しつつ安全安心なものを作れるかっていうところにこだわってます。これって例えば僕みたいな素人の人でも付け替えることってできたりするんですか。はい、もう工具さえあれば。工具さえあれば、はい、大丈夫です、できます。マフラーを外すときにはですね、そうか、自分の目でやっちゃうんだ。バンパーに傷つけてしまったりすることがあるので。でも1万ぐらいだったらやってもらったらいいな。ちょっとね、ウエストとかでもいいの で、ね、かけておいていただけるといいと思います。純正のマフラーのボルトだと結構きつく締まってることが多いので。だってこれ上げるんだってさ、結構最初に舐めたりしないように、最初の1回目緩めるときはちょっと慎重にやってもらった方がいいと思います。はい、で基本的にマフラー交換作業っていうのは、はい、こうやって2人でやってもらうのが安全です。面白いじゃないですか、中身。ボルトを外すとこうやっぱりこう動くので、そういうときにやっぱり一人で支えてっていうのが安全です。面白い。はい、外れます。はい、すごい、外れましたね、はい、割と簡単ですよね。今回取り付けるマフラーが、ここから中間以降から交換するタイプなので、はい、この純正の中間パイプも外します。はい、ようやくな。これ大仕事だな。これこれリアピースなんですけれども、はい、前から排気が来て、もうここでスムーズに排気が分かれて、はい、そのまま排気が後ろに出るように、そういうレイアウトにしています、はい、車に対してでいったらどういった効果が得られるんですか。まず出力の向上です。出力の向上、はい、であとはまあレスポンスも良くなりますし。レスポンスも良くなる、はい、で音も良くなります。音も良くなる、全て良くなります。
でせっかくこういうマフラーを買っていただいて取り付けするのでかっこよく取り付けしてもらいたいです。かっこよく取り付け、はい、やっぱりそうですよね、はいはい、特にこういう左右出しのマフラー、はい、左右で高さが違うとか、はい、そういうもったいないことがないように、はい、かっこよく取り付けしてもらいたいと思いますので、はい、そこをちょっと説明したいと思います、はい、これで位置を左右ぴったり同じ位置に揃えるように、はい、しっかり固定しながら最後のボルトの本締めをしていきます。はい、今すごく細かく見てますよね。指で触ってこっちの方が下がってる上がってるっていうのをさ見て、さあここでもう一回今緩めにやりましたね。ちょっと微調整します。これは一人じゃ無理だね。富樫さんいかがですか。いい感じになりました。いい感じになりました。取り付けできたら、はい、もう嬉しくてすぐエンジンかけたくなっちゃうと思いますけど、はい、その前に拭きます。拭きます。なるほど。さっき作業中に油拭いたりとか、はい、あと軍手で触ったりとかしてますので、その油とかがついたまんま熱が入るとそこが焼けてしまうので、はい、なるほど、はい、なるほど。なんでその油とかをきれいに拭きます。はい、まあ、全体的に見てどこか干渉しているところがないか、干渉、干渉、まあ、当たってないかって、はい、これでマフラーの取り付けは完了ということで。完了です。はい、富樫さんありがとうございました。いえいえ、ありがとうございました。ということでトラストさんのマフラーの取り付けをお届けしました。面白いね。これは金払ってつけてもらった方がいいの、うん、でもこうなってるんだなっていうのが分かって面白くないですか。本当に僕も実はでほら土田コイルのねプロだからですけども、はい、初めて見たから、うん、こういう風になってるんだなと思って、ね、うん、いや面白いな。いや面白いですよ ね面白いけどやっぱり細かいですね作業がね、うんうん、右と左が高さが違ったとか、ね、こうずれてるのが嫌だとか、うん、割と几帳面な人ですねこの人ね。だから嬉しいですよね。嬉しい嬉しい。でも大切なことなんですよね多分そこの幅が、ね、ダブル出しのマフラーのレイアウトが多いので、はい、やっぱメーカーの人間として見てると、うん、ちょっと傾いてるなっていうのは結構あるので、うん、あそうか、せっかくその例えばまあ弊社のマフラーをつけてるお客さんがちょっと斜めになってたとしたら、ちゃんとつけてくれればかっこよく、うん、で他の方が見てもかっこよく見えるのになっていうところがあったりするので、うん、まあ、こういったのあの番組でこうやって取り上げていただけるのは非常に喜ばしいな。あとね、もう一つ気になったのはあれリフトアップするじゃないですか、はい、ボディを、うん、あれってどこでやるんですか。ショップに行かないとあんなあるんです ね、あんなジャッキないもんね、はい、ショップに行くってことはもうその時点で自分でできないじゃないですか。あれよく矛盾してんだと思ってるんだ自分でやると言いながらあんな機械誰も持ってないから皆さんもやってみてくださいねっていうだけじゃないんですよ。こういう風になってたよっていうその並々ならぬ思いをここで述べてらっしゃるのでやり方ですよね。やりましょうか、はい、そうですね。じゃあ今回はですね特別にトラストさんが製造販売するコンプリートカーを持ってきていただいていますので、それを見せていただきたいと思います、はい、今回の収録に協力してくれたのは埼玉県佐賀市の車屋さんアヘッドさんです。はい、まあ、中古車はもちろん新車の販売ですとか車のカスタムチューニングもトータルで任せられるんですよ。おいいね、はい、そういう店なんで、はい、まあ、車好きあるいはそうでない方もぜひ遊びに来ていただきたいなと思います。ルーツチャンネルでは放送で使われなかった未公開映像も公開予定です。ぜひチャンネル登録お願いします。